パイオニア、パイオニア株式会社は東京都文京区に本社を置く日本の電気メーカーである。創業者である松本望がアメリカ製のダイナミックスピーカーを聞き、いつか必ず自分の手で純国産のスピーカー、ユニットを作りたいと、1937年、昭和12年に初の純国産ダイナミックスピーカー A-8 を 自らの手で開発したことより始まった。パイオニア、パイオニアとは、そのスピーカーの商標であった。翌年、福音商会電機製作所を設立し、販売を開始した。なお松本は後に印刷会社も起こし、この会社は、福音、旧商、福音印刷として、パイオニア製品の取扱説明書やカタログの印刷を担当している。1961年、 昭和36年には商標であったパイオニアを社名とした。その後、世界初のセパレート型ステレオを発売し、オーディオブーム前世の頃には、三水電気、三水2014年7月に破産、トリオ、後のケンウッド、現、JVC ケンウッドと並びオーディオも3夜、俗に有酸トリパイと呼ばれており、特にオーディオファンからは、スピーカーのパイニアで親しまれた。 しかし、音楽がアナログからデジタル、デジタルからスマホで聞く時代へと移り変わる波に飲まれ、2014年に AV 事業を手放すことになった。ホームオーディオを含むホーム AV 事業は、2013年7月から2015年2月までは、機能市会社のパイオニアホームエレクトロニクス株式会社が取り扱っていたが、同社の全株式は音気用2乗とされ、2015年3月より、 キ器用の機能子会社のキ器用パイオニアに移管した。なお、事業移管後もパイオニアのブランドはこれまで通り維持される。ソニー、パナソニック、日立製作所、東芝、三菱電機などと比べると規模は小さいが、自社の得意分野への選択と集中を早期から進めており、2000年代から2010年代にかけては、ホームエレクトロニクス事業においては、 プラズマテレビと DVD プレイヤー、カーエレクトロニクス事業においてはカーナビに注力していた。しかしプラズマテレビは液晶テレビとの競争に破れ、カーナビもスマホの普及で販売不振となり、キャッシュフローが悪化。2018年には香港の投資ファンドの参加に入り、再建を図っている。個々の事業においては、優れた技術力とブランド力を持つ。また、 カーナビゲーション、およびカーオーディオ等のカーエレクトロニクス関連、PC 用光学ドライブ、2016年現在はほぼ、BD、DVD 対応マルチドライブのみについては他社への OEM 供給も行っている。構造改革の一環として、2009年11月に本社機能を東京都目黒区から神奈川県川崎市の川崎事業所へ移転し、 メグロ級本社は2010年7月に88億円で売却された。さらに2015年10月、経営体制のスリム化を目的に、川崎の本社不動産を売却し、本社を再度東京へ移転することが発表された。その後、2016年3月7日に、東京都文京区の文京グリーンコートへ移した。文京区が本社となるのは1964年以来、 およそ52年ぶりのことである。2000年代半ばにかけ、ホームエレクトロニクス事業として、PDP、プラズマテレビ、DVD レコーダー、PC 用、DVD マルチドライブ、ブルー、レイディスクプレイヤー、PC 用 BD マルチドライブなどを手掛けていた。また、カロッツエリアブランドで車載用 AV 機器、カーナビゲーション、カーオーディオを展開している。 これらホームエレクトロニクス及びカーエレクトロニクス事業が売上の日本柱であり2006年平成18年3月期の売上はそれぞれ3546億円3305億円で合計して90%以上を占めていたしかしその後の経営危機によりディスプレイ事業から撤退光ディスク事業のシャープとの合弁化によりそれぞれ口実 2013年3月期現在においては、カーエレクトロニクスが3126億円、ホームエレクトロニクスが959億円と、カーエレクトロニクス事業に経営資源をシフトさせた。プロフェッショナル向けオーディオブランドとして、タット、テクニカルオーディオディバイセスを持ち、多くのスタジオにモニタースピーカーなどを納入している。一般向け高級オーディオブランドエクスクルーシブと並び、 オーディオマニアには著名である。欧米市場では1970年代初頭まで、セントレックスというブランド名が使われた。日本国内ではパイオニアのみのランド展開。家庭用、オーディオ機器でも中大高級品の価格帯で強い販売力を維持していたが、1980年代にはプライベートブランドで他社に先駆けて小型コンポを投入。 若者をターゲットにすることでシェアを伸ばした。1990年頃までは、アナログディスクプレイヤー、アンプ、チューナー、スピーカー、アナログカセットデッキ、ダットデッキ、生録用の下半型モデルを含む MD デッキ、ただしポータブルタイプ、および一部のミニコンポ用は、シャープの OEM、CD レコーダーなど、ほぼ全種類の民生用、オーディオ機器を生産していたが、 バブル崩壊により他のメーカーと同様に大きく、販売を落とし、生産機種の大幅な整理を行った。AV 機器を含むホームオーディオ機器事業は、先述の通り2013年7月1日から2015年3月1日までは、同社の完全子会社、当時のパイオニアホームエレクトロニクスが取り扱っていたが、2015年3月2日より、音機用の完全子会社の、 オキヨ用パイオニアが取り扱うこととなった。車載用のオーディオとしては、1975年11月、世界初のコンポーネントカーステレオを発売し、シェアを伸ばした、日本初のカーラジオ、1948年、カーステレオ、1963年としてはクラリオンが、先開発、発売、1970年代末に発売された、 フェラーリ 512BB では純正カーステレオに採用されており、後に F1 フェラーリチームへスポンサー参加するきっかけとなっている。日本車への純正カーオーディオの供給も盛んであり、日本国内全メーカーへ供給経験がある。なおパイオニア、カロッツェリアともにオーディオ、カーナビゲーション、スピーカー、ウーファーの型番の最後に、在、 ZZ と入る場合純正オプションを表している。日本車だと日産自動車、三菱自動車、松田、スバル、ダイハツ工業、鈴木にラインナップされている。配線は各車用に加工されており2000年代前半までの機種では最大出力を落とすなどの配慮もなされた。その後 GPS 搭載の世界初カーナビゲーションシステムを開発した。 DVD 搭載型、HDD 搭載系を開発して、カロッツェリアのブランド名で、カーコンポーネント事業では、世界トップの技術とシェア持つ企業に成長した。ユーザーから走行情報を収集し、渋滞情報を作成して、ユーザーに提供するスマートループ渋滞情報があり、パイオニア製品だけでなく、他社製品でも利用できる。日本では、 レーザーディスクの名手としても知られており、日本ビクターの開発した VHD に日本国内の主要電機メーカーのほとんどが賛同した不利な状況にもかかわらず、当時の社長でパイオニア中高の外される石塚洋造が創業者松本望むはじめとする社内の反対派を押し切り、販売導入にこぎつけた。初期には一時的な販売不振に陥ったが、最終的には、 レーザーディスクがシェア争いに勝利した DVD 普及後、レーザーディスク事業は、プレイヤーの少量生産のみの実質撤退。その過程で商品化された、絵の出るレコードレーザーディスクカラオケは、バブル期に一世を風靡し、パイオニアのドル箱事業に、成長主会社の屋台骨を支えた。カラオケ以外の娯楽分野では100円を入れて、ビデオクリップを見る。 レーザージュークボックスやビジュアルに特化したゲーム用、レーザーアクティブがあった。またレーザーディスクのランダムアクセス機能を活用した業務用機器も多数開発され、全世界の博物館や企業で映像層出用機器として使用された。米国では小中学校向けの視聴覚教材として採用され、アップルコンピュータとの協業で全米の学校に普及が進みアップルとの関係が構築された。 その後も DVD-R や DVD-RW を開発するなど、光ディスク事業においても技術力を保持し続けていた。2009年、平成21年1月に LD プレイヤーの生産を終了した。DVD メディアの製造販売からは早期に撤退しており、むしろ DVD 業界におけるパイオニアの功績は高い技術力を反映した PC 用。 DVD マルチドライブにあったと言われる。DVD マルチドライブ冷明期から、プロも認める、高性能なドライブを発売すると同時に性能を落とした、廉価普及版も投入し、パイオニアは、DVD ドライブのスタンダードとなっていった。また、パソコン周辺機器メーカーのバッファローやロジテック、IO データ向けの内蔵、外付け DVD ドライブに、DVD ドライブを OEM 納入している。 パイオニア製ドライブの書き込み品質が良かったのは、ドライブ自体の高性能さと合わせディスク、特に太陽有電製造及び OEM 供給した DVD、R ディスクとの相性の良さがあったからと言われる。だが2007年、DVRA12 シリーズでピックアップの不具合によるリコールを招き、以前からユーザーの間では話題になっていたため対応が遅いと批判を浴びた。同時期に、 光ディスクドライブ市場の急激な価格低下に苦しみ、2007年9月、シャープと資本業務提携を行い、合弁会社、パイオニアデジタルデザインマニファクチャリング株式、会社に業した。しかしこの提携は2014年8月に解消され、パイオニアデジタルデザインマニファクチャリングは、パイオニア単独の子会社となった。ブルー、レイディスク、BD においては、 HDDVD との企画争いがあった頃から BDGA に属し、最も初期からドライブの出荷を開始したメーカーの一つである。OEM 向けの BD マルチドライブユニットの生産量及び供給量のシェアとしては2016年現在の時点において最大手のメーカーとなっている。ついでパナソニック、日立 LG、データストレージの順。民生用。 DVD レコーダーを世界で最初に発売したメーカーであり、パナソニックや東芝と共に、953屋の一つとして数えられていた。当時は画質、音質へのこだわりや充実した編集機能により一定の指示を受けていたが、後の低価格化競争によって利益を圧迫される状態が続いていた。2006年、平成18年6月には、 DVD レコーダーの新規開発を中止すると報道されたが、パイオニアはこの時点ではこれを否定した。しかし、2007年、平成19年には新機種が発売されないまま、既存モデルが相次いで生産終了し、2008年4月に発表されたモデルはシャープからの OEM となった。その後、新製品は一切発表されることなく、事実上の完全撤退となった。 ディスプレイ分野では、レーザーディスクや、ベータハイファイ式、ビデオデッキハイビスタ、ソニーから、パイオニア仕様に、カスタマイズされた OEM などの AV 製品とともに、CRT 方式のコンポビジュアルシステムシードシリーズで、家庭用モニター市場に参入。同社オーディオ機器とのデザイン統合性を持たせ、チューナーや、テレビゲームパックなどの拡張ユニットがあり、他社との差別化を図った。また、 CRT 方式のリアプロジェクションテレビ。パネルは他社製を日本国外向けに販売する程度で大きなシェアは持っていなかったが、1997年、平成9年12月に世界で初めて民生用項、制裁50インチ型ワイドプラズイマテレビを発売した。42型ワイドプラズイマテレビは同年11月に富士通ゼネラルが世界で初めて発売。 パネルを自社生産できる数少ない日本メーカーの一つであり、ただしチューナーは他社からの OEM、疑似輪郭や消費電力などのプラズマテレビの弱点の数々を克服した独自の映像技術やおゲーであるオーディオ技術を搭載した高音質も高く評価されていた。かつては 43V 型と 50V 型のみを製造していたが、NEC プラズマディスプレイの買収により、 61、ボルト型もラインナップに加えた。当初は先行メーカーであり、多数の関連特許を取得。2006年には、サムスン電子のディスプレイが2件のアメリカ国内で申請した特許に抵触しているとして、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴。基本的な特許ということもあり、2008年10月29日の判決では、 合計5900万ドルの損害賠償を得ている。一方、日本国内では、液晶テレビの低価格化に押され、2007年、平成19年8月から、高級路線に特化した新ブランド黒を展開したが、ライバルである松下電気産業、現、パナソニックには、エアで遠く呼ぶことができずに2008年、平成20年3月7日には、 プラズマパネルの自社生産を中止することを発表した。これと同時に、パイオニアの PDP 技術者の大半をパナソニックの PDP 部門転籍させ、パナソニックからパネルを調達し組み立てと自社ブランド販売のみに専念する予定であると発表した。しかし世界金融危機による世界経済の急激な落ち込みを受けて、ついに2009年2月12日に、 ディスプレイ事業からの撤退を発表した。なお、2008年にはシャープから液晶パネルの供給を受け自社ブランドの液晶テレビ参入を予定していたが、実現しないままディスプレイ事業撤退を迎えた。パイオニアは、有機 EL ディスプレイも古くから研究開発しており、カーオーディオの照明や液晶のバックライト、携帯電話の背面、カーオーディオの単色ディスプレイ用などで、 すでに製品化している。2005年、平成17年には、京都大学、三菱科学、ロームと共に、フレキシブルな有機 EL ディスプレイの試作に成功した。なお、2016年現在も一部中国市場で発売されている、同社ブランドの液晶テレビ、スマートフォン、デジタルカメラなどは販売店に対しての商標ライセンス対応による、中国メーカー製造品であり、 メーカーとしてのパイオニアとは、ブランド以外の関わり合いが一切ない。1970年代より、アンサホンという商品名で、留守番電話を開発、製造する。1980年代には、無線機器の技術を応用して、家庭用コードレス電話機の製造へ進出。シェアを伸ばした。電話機事業は、パイオニアが出資し、後に、完全公会社となった。 パイオニアコミュニケーションズが紹介した後、パイオニアコミュニケーションズを吸収合併したパイオニアホームエレクトロニクスを経て、現在は、ホーム AV 事業同様、オンキー音ンドパイオニアが取り扱っている。1990年代には、DDI セルラーグループ、セルラー、現、KDDI、沖縄セルラー電話連合、各、AU ブランドおよび日本移動通信、i d o 現、 KDDI, au ブランド向け j, ホーン、デジタル通貨向けを含む、現、ソフトバンク向けに携帯電話機の供給も行っていた。特に携帯発の全面タッチパネル式の DP-211 は、付属のペンで手書き入力も可能で、またオプションのカーオーディオに取り付ければ、ハンズフリーにも対応するという、時代を先取りした商品であったが、 デザインの点で人気を得ることはなく、携帯電話事業は撤退することとなった。なお、その兄弟機種である DP-211SW は、携帯初の文字メッセージサービス、旧スカイウォーカー、現、スカイメール対応機種であった。1983年、昭和58年レーザーディスクと組み合わせ、画像をスーパーインポーズさせて、 ゲームが楽しめる MSX パソコンを発売する。1995年、平成7年から数年間、Apple ンピュータからライセンスを受けて、デスクトップ型のマッキントッシュ互換機を発売していたが、Apple の方針転換によりに機種を発売したのみに、終わる。2018年12月現在、以下は、キヨ用の完全子会社の、キヨ用パイオニア、Q。 パイオニアホームエレクトロニクスが取り扱うパイオニアブランドの製品。すべて過去のもの、突起がないのは日本テレビ系列で放送を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。